稲村亜美です NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村亜美の相続相談フルスイングこの番組では私たちにとても身近な問題である遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みを解決していきますまずはアドバイザーの方をご紹介します司法書士行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上正之さん,井上さんですよろしくお願いしますはい、お願いします さあ前半では今週も気象予報士で防災士の久保井あさみさんをお迎えしてお送りしますまあ先週は長男官の気象予報士の試験に一発合格したお話聞きましたね、うんうん、すごいいやすごいよね,ね一発ってねよ、はい、っぽど飲み込みが早いっていうかね,ね 井野さんもぜひ勉強して受けてみてくださいいや,もう,いやもう今更もう試験はいいやもう十分ですか、うん、もういいや、うん <laughs> はいまあ、そんな久保井さんですがお城がとってもお好きで本も出されているんです、うん、今週はそちらについてお聞きしていきたいと思いますそして番組の後半ではリスナーの皆さんからの相続に関する相談に伊野さんがお答えしますこの後は久保井浅美さ,さんが登場です 宮村亜美の相続相談フルスイングそれではゲストの方をご紹介します久保井あさみさんです今週もよろしくお願いします よろしくお願いします。ますさあ、先週は二月に出された初めての本のタイトルをお聞きしたところでお時間になってしまいましたが。うん、改めてタイトルお願いします。うん、はい、白月気象予報士とめぐる名城三十七、天気が変えた戦国近世の城です。php 研究所さんから出版させていただきました。はい、こちら私も読ませていただいたんですが、改めてどういった本なんでしょうか。うん、はい、あのお城というのは二十四時間三百六十五日。 外にあります、うん、ということで、うん、寒いところは寒いなりの工夫、うん、また雨風が強いところではそこに合わせた工夫がされている、うん、ということに気気象予報士になって気がついたんもともと先にお城が好きになっていて、はい、で当時はまあただただいやーいいところだなーと巡っていたんですけれど気象予報士になってからもしかしたらこれは天気のある意味おかげで この美しさがあるのではないかというふうに発見して、まあ、結構自分の中で感動したので、はい、その感動を分かち合いたいなと思って執筆しましまたあとはですね本当とも稲村さんのような歴史もお城もそこまでまだ興味を持つには至ってないという方にも読んでいただけたらいいなと思って、はい、こう天気を入り口にして書いた本です。うんはい 本当初心者にも向けた本ですしそういったマニアックな方も楽しめる本なんですよ。うん、な瓦がこういうい素材使ってるよとかなんか昔の人そこまで考えてたんだって驚きがありました、うん、そう。そね、そう今みたいにさネットで検索できないそうなんですよで、ねはい、プラスチック強いとかねうそ,うそ,うそういうのをえそもそも白そガールになったきっかけっていうのは何かあ,らあったんですか私もう生まれた瞬 感がきっかけかなとええー、なんなんですか？<laughs> はい、あの愛知県出身なんですけれど、名古屋城の三の丸跡にある病院で生まれたんですよ。<ー>生まれ育ったところが、はい、北区ですね。あ、お詳しいですね。えーそね <laughs>、そして。 その後今実家があるのが愛知県の岡崎市なんですけれど徳川家康が生まれた岡崎城そこから徒歩5分の場所に3歳の頃に引っ越して今もそこに実家があるということで生まれたのが城跡で育ったのが城下町すごいあそれで好きになられたんですね。岡崎はねななんかすごい不思議雰囲気もう城下町っって感じやぱりあとねプライド高い岡崎の地区。 目の前にいらっしゃいますよ。いや本当に。それをできないかもしれないですね。やっぱりほら徳川家康が生まれたの岡崎ですから。家康がいました。だからまあ名古屋が今首都じゃないや堅調あるけどまあねまあ余裕はみたいな感じでね。その誇りはありますね。岡崎の人はすごい誇りが高いです。はい。確かに何か岡崎のキャラクターもいますよね。岡ザエあそれだ。 痛いもんも結構悪が強いキャラが強いほとんど人の形じゃん自由なあれ夜中見たら怖いだろうなへでもそういうきっかけだったんですねなんかアナウンサーさんを目指したきっかけも歴史が関係してるんですよねそうなんですもともともお城が好きでお城に行く間にお城に行くと歴史にも興味を持って歴史も好きになってということで学校の歴史の授業が大好きだったんです でその大好きな歴史の授業の先生からこうアナウンサーとか向いてるんじゃないっていうことを高校の頃に言われてそれがこう頭の中にあって就職活動の時にあったんでですすよよ素敵なところですよね、うん、松本城がある長野県いいなあと思っていてもうよく松本城に通っていて長野に行ってたことも何度もあったので。 その親近感もあって長野放送のアナウンサーになりましたあそういうきっかけがあったんですね、はい、たださすがに受験で松本城が好きなんでって言った時はちょっと、ね、役員の皆さんびっくりしてましたね <laughs> いやでも いいと思うよなんか、そういう方が印象に残るっていうかね。あ、そういう就活生ありですか。いや、全然。多分、そういう方が受かると思う。俺、なんか、野党側からする。とインパクトありますもんね。じゃ、松本城のおかげですね。そう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 。松本城。ええ、確かに、長野のアナウンサーさんは、もう松本城はマストで行きますもんね。取材でいや、でも、長野市からだと、ちょっと遠いよ。一時間半ぐらいかかりますね。電車で、よく行ってました。東京来る方が早いかもしれない。松本行くより。 そうですね、うん、長野は新幹線があるので松本城のことは本の中でも紹介されていますよね、はい、改めましてちょっとどんなお城なのか教えてください。はい、あのまず日本に 5つしな、はい、すごいそ,、ね、そして日本に12個しかない江戸時代以前から残る原尊の天守こうもうあの見た目がまず美しい、うん、この白と黒のコントラストの天守、はい、そして大きなお堀にその天守が逆さに映る姿というのがもう映える、うん、そんなお城なんですけれども、はい、こう外観で見ると一体感があるんですが実は戦争と平和。 戦いと平和二つの顔を持つお城なんです。はい、戦争のイメージしかない。うはい、そう、あのお城というと、やっぱりこう戦国時代、戦いのイメージだと思うんです。うん、で松本城も大天守が作られた時代は戦国時代だったので。うん、こう中に入るとわかるんですけれども、あのー、例えば。 鉄砲や弓矢で攻撃するための穴、うん、様があったりとか、うん、あとは、ね、武者窓っていうものがあったり戦いのための備えがたくさんある場所なんですね、うん、ただ、ま、順路をたどっていくと最後になるんですが月見櫓の方に行きますと、はいこれね、窓がとっても大きくて、はい、屋内からお月見ができる。でこの部分というのはこの辰見付櫓から月見櫓にかけては 江戸時代に増築されているんです<ー>三大将軍徳川家光が松本に来るということでおもてなしをするために増築された場所で、うんね、戦いの時代だっていらないもんね、うん、月見桜なんて、ね、おっしゃる通りですそ,、ね、そんなのんびりしてらんないよね窓が大きいと外から攻撃されて危ないので、うん、ああそうだね <laughs> 確かに結構開放感ありますよね松本城は私も何度も行かせてもらってるんでここに行くと一気に開けますよね、うん、視界が。でこの手すりも赤かったりとかして装飾が施されていてここはなんかもうあの建物の中からお月見をしようなんていうのはもう平和な時代の発想。 ということで一つの建物として外観は調和してるんですけれど実は中に入ると二つの顔を持つことに気づくんです、うん、うわ確かにそう言われてみればね,そう,ねそう言われてみればねそんなあれですね興味本当に興味なかったんですね私は、うん、あ,あ、なんか月見あるなみたいなところ、うん、感じで行ってました<笑><笑>本当入りはそこからでいいと思うんですよねああここ入れるんですか月見あぐら入れますあ入れるんだ、はい、だい大体順路道路に行くと一番最後に月見あぐらに行くという,うんそんな道順に ますね。もう確かにすごい綺麗になってますよね。松本城はあわからな塗り替えたり、あそうそうなんですよ。その時期にも行ってます。その松本城って黒漆が外観に使われているんです。これも雨対策なんですけれど、でも漆ってあの毎年塗り替えが必要なんですね。そこで、地元の職人さんたちが毎年秋に塗り替えを行っているので、やっぱり他のお城にはない艶やかさがあります。 確かにかっこいいですよね。艶が。でもこれあれだね、空襲が全然受けなかったんだね。そうです。はい。第二次世界大戦でもあの燃えることがなかった地震などでも倒壊することがなく、なつくりですね。今そっか天守残って十二個あんはい。なるほ犬さんはお城とかを見に行かれたりするんですか？この前人吉城、まあ人吉城もないんだけどね。あ熊本県の。そう。もう。 跡地みたいな感じで。あそこもね、いいお城ですね。はい、本の中にも書きました。あるし、お堀が綺麗にこう。はい。この後犬山城。ああ、いいですね。国宝だね。国宝です。犬山城はすっごい。めっちゃ怖いけどね。上の方から外見れんね。出て。はい。怖い、結構怖い。犬山城に登ると。 あのすごくいい場所に建てたんだなっていうことを感じられるんですよね、うん、うもうもうせめて器用がないっていうかね、うん、もう川が隣だしねおっしゃる通りですで、あの昔って今は物を運ぶとか移動するって言ったら陸路が多いと思うんですけど、はい、昔は水運の方がメインだったので川が近いっていうのはお城を建てるには効率です、うんね、なるほどじゃあいい場所に建ててるんですねいやしかも綺麗だってなん昔のまんま残ってるっていうか、ね、う新山城、ね、か新山城って 会ごとに壁が実はちょっと違って。そうなんです。全部あの雨対策を施されているんですけれど。こう階層ごとに違うので、なかなかこう同じ作りの方が多いので、そういった見比べができるという意味でも面白い。お城ですそれ先に聞きたかった。確かに見方がね。ぜひ本を持ってもう一回してください。そうしましょう。はい、まあ今ね、いろんなお城を紹介してもらいましたが、あのこの中にも登場している鹿児島城では。 興味深い発見があったそうですねはいそうなんですあの鹿児島城って俺知ら,知らない私も知らない、うん、行ったことないですね,、うんうん、ね地元ではこう鶴丸城というふうに相性があるんですけれども、うん、まさに本当鹿児島の市街地にあるお城でして島津家のお城なんですよ、うん、はい。でもともと天守は作られなかったお城なんですね、うん、はい。で、えっとただ天守クラスもう天守に匹敵すると言ってもいいほどの日本最大級の 門ががあったお城,ん城門が立派なお城なおんです。んはい、でその門が2020年に復元されました、はい、すごいそれは私もあの復元前に行ってて復元後にももう一度行ったんですけど、はい、やっぱりこうあるとないとでは全然雰囲気が違って確かにこんな門があったらちょっと島漬けすごいなと思ってしまうだろうなという迫力。 そんな門の外観に私はちょっと注目しましてこの五郎門という門なんですけれども、うん、格子状の部分があるんですねこの格子状の部分というのは壁壁という,ふうに呼ばれる壁なんです、うん、こう土の壁の上に平らな瓦を並べていって、うん、瓦と瓦の継ぎ目に白い漆喰をかまぼこ状に持ってる壁。うんで この、まあ、カバモコ状の漆喰がナマコみたいに見えるので、ねはい、ナマコ壁というんですけれども城好きとしてはナマコ壁というのは壁の強度を高めて、うん、例えばこう雪とか寒さから守ってくれるので、うん、北陸のお城に多いんです好き、うんはい、にナマコ壁と言ったら金沢城ですとか、うん、新潟県の柴田城、うんうん、そういったところに多いというイメージなんですけれど、うんうん、鹿児島って ってめったに雪が降らなないいじゃですもん、ねはい、鹿児島で雪が降るって言ったら私たちはもうニュースとして、うん、<laughs> 気象予報士としては取り上げなければいけない、うん、そんな鹿児島で、うん、なんで生マコカベなんだろうと考えた時に、うん、鹿児島に多いものというと台風、うんはい、台風の上陸数が日本で一番多い県が鹿児島県なんですよ。うんはい、ということはこれは 台風による雨や風から壁を守るために強度を高めていたのではないかという、まあ、気象予報士としての仮説にたどり着いたのがこの鹿児島城ですわあともう一つ古地図を見るのも好きなんですけれども、はい、今は埋め立てられて結構あのこう海から離れた場所に鹿児島城ってあるんですが古い地図を見るともっと海から近かったんですね。ということは。 建物を痛めてしまう潮風が。はい、吹いていたのではないかと思うと。やっぱりこうなま壁で。ま台風に加えて潮風からも守っていたんじゃないかなというふうに。思います。なまこ壁の方が。手間がかかるんですか壁としては。おっしゃる通りです。はい。あのただの壁の上にもう一手もかけるということになります。 厚くしてて強度もっでもなんか島津って攻められるっていう発想がなさそうあの人たち強いですからね強いから攻めてくっていう頭しかない守りよりもそういう意味ではある意味攻めてくる敵よりも荒れ来る天気の方が怖かったってこですねあとは桜島もあるしね火山灰が降ってくるからね。 火山灰からも守っていかかもしれないですね。あっちの家ってまず火山灰考えるのはそのしょっちゅう降ってくるから、車も火山灰だらけになるしね。そうですね。今度この話するとき加えさせていただきます。皆さんナイスですね。うちのうちも事務所あるからだから。あそうなんですね。でも北陸の人がじゃ伝えてきたんですかね。こういう壁にするといいよ。ねどっかからそうだねすごいこの技術の継承っていうの。う まあこの本ではではすねお城の研究の専門家の方とも対談されてますが、うん、はい千田先生とまあ対談したことによって城のプロとまあ私あの恐縮ながら天気のプロで話したら新たな発見も実はありましてはいあのー、これまで知らなかったんですけれど城郭考古学者の先生たちも発掘の時に屋根から雨が落ちたあと。 雨落ち溝っていう雨が落ちて溝ができるそうなんです、うん、それで屋根がどれぐらい前に出てたかを調査している、はい、ということを教えていただいたりですとか、ね、とはですね今回コラボによって発覚したのが姫路城姫路城の中に武具掛けというあの武具鉄砲ですとか弓矢やあの槍などを掛けておく部分があるんですけれどもほあの基本的なものは取りやすい高さに掛けているんです。はい、ただ

湿りが大敵というひなわはいいかと,、うんとねね、いざ使うときになかなかつかねえってなってね、はい、向こうに攻められちゃう,うでれもそれも長い歴史の中で皆さん分かってたんでしょうね。うん、そうですねあ<ー>ですのでひなわ銃が出てきてからは一層天気予報が。 戦の場において重要になったはずですね、うん、ああ、確かに雨だと使えないですもんね雨だとね信長の野望でも使えないんですよ <laughs> ゲームですけどゲームの中でも <laughs> 雨,雨の日は鉄砲隊が使えないからうわーそれは<あ>マかやと思います <laughs> <laughs> ね馬にしとけよかったとか変、ね、わってきますねうそうそう特に梅雨の時期は大変ですよね大変そうほとんど雨だからね <laughs> <う> <laughs> はいまあ、そんな見応えのある対談もありますが、うん、まあ、久保井さんの気象予報士ならではの視点が書かれたこのお城の本もう一度タイトルお願いできますかはい白月気象予報士とめぐる名城三十七天気が変えた戦国近世の城ですはいなんかこの本に関連したイベントが行われるそうですねこちらは どちらででいいいつ行われるんでしょううかあはい、ありがとうございます朝日カルチャーセンター千葉教室で天気が変えた戦国近世の城久保やさみの気象講座を来月8月4日の日曜日午後1時30分から開催させていただきます。 あの本の執筆の裏話ですとか、はい、この本には、まあ書ききれなかったお城も紹介したいなというふうに考えています。うん、で教室だけでなく、オンラインで受講していただくこともできますので、もしよろしければ、ぜひご参加ください。はい、ありがとうございます。まあ楽しみですね。これ、オンラインでもで。 はい、うね、そうなんです。うん、の詳しいことは朝日カルチャーセンター千葉教室のオフィシャルサイトや。あの私の、SN、S. N. S.、はい、<S X. やインスタグラムでも、あのご、うん、案内をしております。はい、皆さんぜひ調べてみてください。うん、それでは最後に相続について、いなさんに質問などありますか?。はい。あの。 素朴な疑問なんですけれど、はい、今月からお札が変わりましたよね新紙幣になることで、うん、相続への影響ってあるんですか、うん、いやあのねまあ旧紙幣も使えるようにすると思うんですよ、はい、今までもそうだったからね。ただ、あのー、新紙幣にしないとうまあちょっと気持ち悪いっていうかね新しいお札にしとこうっていう意思がね 国民に働けばタンス預金が炙り出せるっていうのあるよ、ね、だから家にいっぱい眠ってるお金を金融機関でほらあのチェンジするわけだから、はい、どのぐらいあ持ってんだっていうのはあのー、税務署とか国からするとね分かりやすいっていうことねうんうんだから家で隠し,隠してるわけじゃないけど <laughs> 家でずっと持ってる人も旧紙幣で持ってる人あんまいないからあの、はい、多分診察に通ると思うん だよね。うん、あのだから、そういった時にどんぐらい出てくるかなっていうのは国の方は見てると思いますよね。うん、別にでも変えなくてもいいんで、ねうん。まあ、変えなくてもいいけどね。変、うん、えなくてもいいけど、診察になって十年ぐらい経って、急殺出てくると。あのー。ね、ちょっと、これ大丈夫かっていう、まあ、使えるんだけどね。はい、使えるんだけど、実際それ、あのー。 パって出された時に向こうの人が分かんない時も時代が来るかもしれない。ああ<ー>。だって今伊藤博文み昔の肖像出されたらびっくりするでしょ。確かに。そ今のこれは偽作じゃねえかって話になるから。そうなりますいずれは変えるうんわけなんでね。はい,はい。だからまあ変えて、まあ国の方で本当に強制するんだったらもうそれ変えないと五年以内になくなっちゃいますよってやればみんな出してくると思うけどね。はい、まあそこまでは多分やらないと思うんですけど。はい まあただ国としては単成金がどのぐらいあるかなっていう一応、目星にはなるとは思いますよねあ<ー>。<う>こう旧紙幣も記念として取っておきたいなって気持ちはあるんですけど、うん、でもあの基本的には変えたうがいいんですかそう結局ね、あのなんだかんだ使う例えば自動,自動のね、券売機とか新札、はい、の方にどんどん移行していくからもうそのシステムはね。だ、はい、だからら、旧札使うんだったらその、そのその まあ使えなくはないけどっていう話になってくるよねだか,だから使いづらくはなってくるそうですねだって今昔の百円札使えないですまあ実際使えないでしょ使おうとは使えるけどっていう話ね <laughs> あーなるほど、うん、俺でもピザーラの時いたよその昔の札を出してきた人、えー、知らなかったからそれ五百、はいえー、円札とかねそ,のそういうのはまあピザーラとして受け取るんですかいやだっていや分かんなかったから一応店長に聞いて <laughs> そう したら、なんか使えるっていうね。えー、まあ、それで。いいけど。<laughs> いいけど、出された方がびっくりするよね。でもね。変えておいた方がきちっと。まあ、そうじゃ、相続に関することについて問題はない。そうですね。そうあの、別に変わらないですね。ありがとうございます。はい、ということで、残念ながら、こちらでお時間になってしまいました。二、はい、週にわたり、本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、久保井麻美さんでした。 村亜美の相続相続談フルスイング後半では司法書士行政書士で相続遺言をメインとする専門家集団 NCP グループ代表の井上雅之さん井上さんがリスナーの皆さんからの遺産相続に関する素朴な疑問やお悩みにお答えします。 実はですね、うん、以前から認知症と相続についての質問や相談が寄せられていまして、うん、とても大事な問題だと思うので伊、うん、野さんに何回かにわたってお聞きしたいと思います、はい、まず一番多い質問の中からこの方のメールをご紹介します匿名希望女性の方からです認知症と診断された場合遺言書を書いても無効になるのでしょうかならないケースもあると聞いたことがありますがそれも含めて教えてください ということで、まずは認知症の方が書いた遺言書についての相談です。うん、こういった相談は結構多いんです。うん、そうね。まあ、認知症、完全認知症だったら、なかなか難しいけどね。はい、まあ、その程度具合で、どうなんだっていうのは、ものすごい議論になるところですよ、ねえー。じゃ、今回、その内容についての相談ですが、うんうん、まあ、じゃ、程度によよ。そう。認知症でもね。はい。あの、加齢認知症だと、あの、別に、あんまり。 その時々に応じて調子が違うっていう感じかねそういった方だとまあ書けるっちゃ書ける、まあ、その時元気な時であればねはいだから少なくとも自分の生年月日と、あのー、まず来た人の名前と、まあ、あとどういう財産があって自分がどういう財産を持っててこれを誰にあげるっていうことが言えればねまあそれはまあ書けるっていうことだよね。 じゃ逆になんですが遺言書を作った時点で、うん、遺言能力がなかったって診断されたら、うん、無効になってしまうんですかそうですねだから今言ったように自分がどの財産を持ってて、えー、こういう財産をこういうふうに配分するっていうことが自分の意思で言えない人はダメだよね、はい、あって、うん、なると遺言能力がないと判断されちゃうんですかね、まあ、遺言能力って言うとちょっと難しいんだけど、はい、まあ要は自分で理解して あくまでも自分の財産がどこにあるか把握しててこれ誰にあげるかっていうところまで頭が及んでないと、はい、自分の意思で決めてないとダメだよということねうだから多分周りの人がこういうふうに作ってねっていう形でお膳立てをすると思うんですよ、はい、大体はね。えー、お膳立てするんだけど本人が理解しなきゃダメっていうことだよね。う まあでもその遺言能力があるときに遺言書を作ったかどうかっていう判断難しいと思うんです結局ねあの亡くなった後に遺言書が出てきて、はい、まあ公正証書だったら交渉人が確認してますから、はい、あのあまり争う余地がないっていうことになってくるんだけど、うん、やっぱり手で書いた遺言書、はい、自筆証書で書いた遺言書はトラブルはもうしょっう。 中ありますよねだから自分がもらえなかった方だったら多分兄貴がこれ親おかんを言いくるめて、はい、多分帰ったんじゃないとかね、うん、よく見たらこれなんか嫁の人に出るぞとかそういう話になってくると思うんだよねはあ。まあでもこうやって揉めない場合にはやっぱ厚生証書で作った方がいいってことですかね厚生少女の方が安全ですよ、はい、後々トラブルにはならない、うん、ただ厚生証書はものすごいハードル高い あのー、認知がちょっとでも疑われたら交渉人はそこでストップしちゃうだって交渉人も身を守んなきゃいけないから、はい、あのもし5を出して、はい、後々トラブルに巻き込まれてあの時ボケてたっていう判決がもし下ったら自分の職はもう飛んじゃう,、ね、うわーリスク高い損害賠償の可能性もあるから、はい、だから、あのー、交渉人としてはもう完全 OK って言えるような状態じゃないと、うんうん、なかなか5を出さない。 まあだから逆に工場人で作ればもう間違いないけど、ね。まあまあまあ安心は安心です、ね。ね、あとひっくり返るっていうのはあんまないけどい、えー。じゃああれどうだったっけなあみたいな、ちょっとつまずくだけでも。あれそう。あのね、よくありますよ。だからあの個室で。 あの親族の方は外出てくださいって言われるからね、はい、でそのおばあちゃんと2人っきりで交渉人が話した時に「これでいいんだよねこの財産こういうふうに渡すんでしょ」っつって「うんこんなんなったかしら」とかなんかねそういうことを言う人結構いるねうわこんなこのかんな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 だなんもんなんなストップ。んなななん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 な だ息子たちはもう一か八かで送り込んでるってこと、ね、うもうこれなんとか母ちゃん <laughs> その時正気でいてくれって多分リハーサル家で何回もしてると思う,、ねはい、うリハーサル家で何回もしててもやっぱりおばあちゃんここに来てまあ 本当は違ううよっってていい意思を持るる人もいるから息子の手前だからそれはちょっと演じてたけど、はい、実はあげる娘にもあげたかったとかねうん、うん、そういうことをそこで吐露する人もいるんでまあ、うん、本当に何言ってるか分かんないっていう人は結構いるっていうことだよね。は、まあこの問題はですね次回も皆さんに解説していただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、あのー 南村亜美の相続相談フルスイング今週も終わりの時間になりました2週にわたり気象予報士で防災士の久保井浅美さんをお迎えしましたが井野さんいかがでしたかいやもうすごい知的で、うん、ね。あれですね森田さんの会社なんだそうらしいですね,ねはい。ちょっと悪口っぽいことも言ってます、ね、いやいや全然言ってないです <laughs> 大丈夫ですか言ってないです <laughs> <laughs> いやいやね、ださただ師匠がいいから。師匠の教えがいいからね。コロっと変えましたね意見を。はいでも本当お話って楽しかったですね。うん、はい二週にわたって久保田さみさん本当にありがとうございました。うん、さて番組ではリスナーの皆さんからの遺産相続や遺言に関する疑問質問を募集しています。宛先はおはがきの場合郵便番号一零七の八零六六 TBS ラジオ稲村亜美の相続相談フルスイングの係まで。 メールの方はすべて小文字でそうぞく。tbs.co.jp そうぞく。tbs.co.jp たくさんのお便りお待ちしていますそして今日の放送ですが放送後に TBS ラジオの公式 YouTube チャンネルにアップされます全編いつでもアーカイブとして聞けますのでぜひそちらでもお楽しみください詳しいことはこの番組のホームページをご覧ください ということで井野さん来週もよろしくお願いします,、はい、しますアドバイザーの司法書士行政書士で NCP グループ代表の井上正幸さんでした NCP グループ遺言の窓口プレゼンツ稲村亜美の相続相談フルスイングお相手は稲村亜美でした